おはよう。15分だけ配信させてもらうよ。おはよう。今日はちょっと、夜は、歌唱力のユニットの放送があるので、だから、ちょっと、それのことも考えると、朝やっとこと思ったので、朝、始めまーす。15分だけ、18分ぐらいから始まったから、35分前ぐらいか。そう。まあね、盛りだくさんですけど。CM Now さん見れたかな？みんな届いたかな？オフショットらしいオフショットあんまないんだけど。オフショットとかツイッターに載せたいなって思ってます。えい。肩、首が痛い。っていう感じです。うさぎさんが走ってる。ありがとうございます。ね、もう2月、今日が10日？早いね。2月ももう10日間過ぎたんだっていう事実が怖い。眠眠。怖くない？ 2 月ももう10日だったんだよ。やばいよね。確かに、2月は28日までしかないね。やば。やば。怖。そういえば、ちょうど今、イベント？超10代のイベントがやってるっぽくて、3期生がね、NGT からは参加しててさ。そう。で、ちょうど、ね、なんかもう今やってるみたいな話聞いたから、朝早くからね。大変だ、ガチイベは。ね、みんな頑張ってほしいね。でもそんなに時間取れてないかな。なんか、ユニット変わったんだっけ？昨日から。ユニットシャッフルみたいな。ツイッターで見たな。ちょっとその情報しか仕入れてないんだけど。やっぱそうだよね。どこがどう変わったのか全然わからないんだけど。全然知らないけど。ツイッターで見た。早いね。ユニットシャッフル。でもね、いろいろ見れるのが、方がいいからね。嬉しいから。
っちゃ肩痛いわ。そういえば、プロセカ、今日は2月10日は、かなでちゃんのお誕生日です。おめでとう、かなでちゃんのお誕生日です。朝だから全然声が出ない。かなでちゃんのお誕生日です。もうね、今年は誕生日ガチャを引かないで、もう普通のガチャを引こうと思って。そうそうそう。今ね、一応ね、10連分溜まったんだよね。今引こうかな。ちょっと今引きたいから今引くわ。バレンタインガチャ。今引くわ。バレンタインガチャ。かなでちゃんのボブが欲しい。かなでちゃんのボブが欲しい。出ますように、出ますように。ボブの奏でが欲しい。引きます。せーの、おい。確定演出なしです。星さんの黄色がキラキラ光っています。これで昇格すればワンチャン。お願いします。昇格、昇格。ああ、昇格なかった。ダメだった。あんだけ頑張って貯めたのに。ショートカットのねねちゃんはゲットしたんだけどさ。あんだけ頑張って貯めたのに。ちょっと配信の上で、なんか、配信上で弾くのはあんまり運が良くなさそうだなって今思ったので、ちょっとラスト1回は、個人的に後で弾きます。今日のね、昼までなんだよ。だから、ちょっとラスト1回は、これから弾きます。直感、直感。ガチの直感。でも、かなでちゃんが欲しい。かなでちゃんが欲しいよ。かなで。そう、直感で、あ、今じゃないかもって。思って。大事だから、そういう直感。そういう直感で私、宮城文化祭イベの志保ちゃんの耳当ててっから。獣耳の志保ちゃん当ててっから。ガチャで。素晴らしい。素晴らしいね。ねえ。はてさて。お仕事行ってらっしゃい。そうだね。ちょうど、この時期。時期じゃねえわ。時間だと。みんなお仕事か。朝からご苦労様なんだ。ファイト、ファイト。うわぁ。はぁ、わぁ、わぁ。私も眠いわ。でも今日は夜更かし。夜更かしかな？どうだろう？ちょっと私のさ、放送が何時ぐらいになるかわかんないんだけど、なんか目安出てるかな？ツイッターとかに。全然ツイッター見てない。
てか、ユニット戦の予選の曲、結局5曲しかバリエーションなくなったんだね。もっと本当はあったんだけど、もう花水着、君の名は希望、裸の心、さよなら大好きな人、タバコしかないじゃん。そう、10番目なんだよ、今回。そう、うちのグループはね、ユニットは。でも10番目がだから、フル歌唱だから、5分とかだとしても、5分。まあだから、10時ぐらいかな。9時から始まって。10時過ぎとかかな。多分10時半まではさすがに行かない気がするんだけど。でもまあ10時から10時半ぐらいのところなのかな。早ければ10時とか。遅くても10時半ぐらいだと思うけど。なんか、別に、そう、タバコもっといると思ったんだよね。ね。いや、課題曲は多分これ以上増やしてもね、多分集まってたんじゃないかな、同じものに。わかんないけど。なんだったっけ？ 待って、何が候補だったっけ？覚えてないな。ちょっと待って。でもね、普通に、いろいろ。あ、でも、そうだね。それこそさよなら大好きな人とか、裸の心は、私たちで歌っても、良さそうだなとは思ってたから。だから、まあやっぱ似たような曲を選びがちになるのは、至極当然なことなのかもしれない。まあまあね、楽しみにしてて。もう結局、楽しんだもん勝ちだからさ。エンターテインメントとして。なので、そう。そうなの。あ、たまたま5曲だけになっちゃったんだけど。今ね、候補のやつ探してんだけど。まあ、別に候補は全部言うつもりはないんだけど。揃って15分かな。歌唱力、ユニット、どれだ？ちょっと、あ、待って、消しちゃった。個人戦と課題曲は、そこそこ被ってるけど、でも、君の名は希望とかはなかったから、初めてだと思う。あ、これだ。あ、開けないかも。あ、開けた。ああ。難しい曲が、遠慮されてるかな。難しい曲が遠慮されてる。なんかキャッチーで、かつ、歌いやすい曲が結構選ばれがちで、そう。タバコは、まあ、その中でもちょっと難しめなんじゃないかな。わかんないけど。そんな感じです。まあ、皆さんね、お楽しみにということで。よし。じゃあ、壇上読みますね。ちょっと。短くてごめんなさい。ちょっと余裕があれば今日夜配信します。まだ決めてないですけど。壇上見ます。13位星太郎さん、12位大さん、11位慎吾さん、10位 K さん、9位ひろしさん、8位埼玉高校野さん、7位 P メガネさん、6位ディアさん、5位突破球さん、4位太郎さん、3位リンさん、2位ゾーンさん、1位昔からおじいさん、みんなありがとう。ということで、じゃあ今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他諸々頑張っていきましょう。いってらっしゃい。いってきます。バイバーイ。
はあ、バイバーイ。